わ、マジか。マジかって言ってますけどね、まあ、何か見えてますけどもね、ちょっとね、異世界にワープしたんじゃないかなってね思いましたけどね。まあそれほどちょっと、まあ私にとっては現実離れしたような、こちらのおしどりのオスですかね。まあ実はね、おしどりのメスにはね、昨シーズン何回か見たことがあるんですがね、まあオスに遭遇しますとね、ちょっと自然界にいるんだってこういう生き物がっていうような感じがね、しますけれどもね。ということでね、今回はまあサプライズというのかな、まあそういう出会いがあったわけなんですけれどもね、この左に見えているのがね、どうやらホシハジロのメスのようですね。前回たくさんカモの仲間がいたようなね場所で見かけて、あれ何だったのかな、わからないって言ったような言ってたと思うんですが、なんかカーリングのストーンみたいになってるよ。よくこういうのね、まあホシハジロって結構なんかこういうのよく見かけるんですけどね。早いな、カイツブリめっちゃ早いやんか。ということでね、実は今回はね、ある出会いを、まあ、期待して出かけておりますね。と言いますのもね、そろそろ、ジョビ先生、ね、まあ、私はもうジョビタキのことを先生と仰いでおるわけでございますけれどもね、この撮影し始めた頃がちょうどこういう季節でありましてね、その時に随分とジョビタキにはね、まあ、撮影の特訓を受けたというか、程よくチャンスをくれるのはいいんですけどね、なかなかね、映せたかなと思ったらね、ちょこちょこっとこうね、遠ざかっていくって、それもね、そんなに遠くはいかないんですよね。そこが憎いところでね、ジョビタギのね。こちらはね、エナガさんチームとその仲間たちでやったようでございます。まあ静止画の撮影は無理やな、もう諦めてますね、もう完全にね、とにかくまあ動画だけでも撮ろうかなっていう状態でね、なんとかね、動きについていこうかなっていうところです。まあエナガ撮影ゲームって私は呼んでますけどね、このようにこちら目白ですかね、まあ、シジュウカラであったりとかね、コゲラなんかもねよく行動してますけどね、この流れでね、あ、メジロがいるわってね、シルエットだけで見てますとね、撮影しておりましたら、今日はねこのジョビコ先生に出会うことができましてね、少しは腕を上げたのかなみたいなちょっと上達したかなみたいなんで聞かれてるような気がするんですけどね。まあね、シーズンも3回目になっておりますんでね、ちょっとこう腕を上げたところをねお見せしたいとは思っておるんでございますけれどもね、まだまだねって言われそうな気がしますけれどもね。普段ね見通しのいい場所で撮影してますのでね、こういった里山とかね、こういったところに行きますとちょっとね、まあ、緊張感といいますかね、そういうのは感じますね。もうこの山柄なんかはね、突然目の前にねひょっこり現れてくれたりするのでね、そういう少ないチャンスをねどうにか生かしたいなと思うところですね。今年この紅葉はどうなんですかね。まあ予報によりますと、まあ、この辺りでは11月の半ば頃から見頃が来るんじゃないかなと思ってるんですがね、実は昨日ね、アトリに出会いました。アトリはね結構カエデの種なんかをね好んで、食べているのを頻繁に見かけましたのでね、
あたりが、ね、もう来てるってことはね、今年ちょっと紅葉が早いんじゃないかななんてね勝手にね予感というかな、そういうのを感じたりするんですけどね。まあ、あの野鳥っていうのはそういったね、季節の変わり目というか、そういうのはね敏感じゃないかなって思ったりするんですけどね。まあ、人間というのはもうね、何でも最近はこう数字に頼りがちというか、まあカレンダーとかね、まあそういったことになるんですが、まあ、あの昔の方っていうのは生き物の姿を見たりとかね、植物の成長具合で季節の移り変わりを感じてね、まあ、農作業の目安にしたりとか、していたようですのでね、まあ、自然観察という意味ではね我々よりも長けていたんじゃないかなと思うんですけれどもね。まあ、こういった生き物のそういういろんな姿を見てね、まあ、季節を感じたりとか、まあ、気象の変化をね、察知するって結構大事じゃないかなと思うんですけどね。このね、マガモのペアがこういてるようなところにね、冒頭ご覧いただきましたオシドリがね、おりました。で、あのオシドリっていうのは、あの聞くところによりますと、こうどんぐりが好物らしくってね、ですからこの、これはまあため池なんですけど、この陸地に近いところにいるのかな、いわゆるどんぐりが落ちてきそうな場所を好んで、いるのかもしれないですね。まあ、いよいよ、まあ、冬鳥のシーズンがねやってきてまして、あのジョウビタキの独特なね、あの鳴き方というかさえずりといいますかね、ああいう鳴き声聞きますと、いよいよ来たなってね。まあこのような鳴き方であったりとか、あの時折ね、まあ、ビタキという名前の由来になったような、まあ、火打ち石になぞらえるようなね、ちょっとパーカッション系の、まあ、軽く舌打ちするような鳴き声がね結構特徴的だと思うんですがね、まあ、野鳥を見つけるときに結構鳴き声をね、まあ、頼りにすることもあるので、どんな鳴き声だったかなって思い出しながら、あそうだそうだ、あビタキだビタキだってね、火打ち石だったなっていうようなことをね、思い出したわけですけれどもね、まあ、季節もねどんどんこう、移り変わっております。まあ、野鳥の撮影も楽しいんですけど、また紅葉もね、またね楽しみにしておるところなんですけれどもね、今日はね、ということで、まあ、ジョビ先生に、まあ、出会えたということでね、目的を果たせたかなというね、感じがいたしております。あの鳴き声ね、まあ、いよいよ来た来た来たってね、シーズン来たよって感じがしますね。そしてね、まあ、普段よく歩いている河川からはね、あのヒドリガモの口笛をね吹くようなピューピューってみたいなね、ああいった鳴き声があの聞こえてくるようになりましたんでね、単調の楽しいシーズンというかな、あそういうのが来て、日々ね、まあ、結構今激しくシーズンが変わりつつあるのでね、まあ、そういった意味ではね、より緊張感を持ってね、また歩いてみたいと思っております。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域から野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。